はい、プレボルどうも野球人です。阪神助っ人マルテ残留守護神スワレスは自由契約へということでございまして、阪神の助っ人外国人選手であるマルテ選手、去就が、ね、注目されておりましたが、どうやら残留がですね、決まったようでございます。一方ですね、守護神のスワレス選手は一旦自由契約になるということで、前半はマルテ選手、後半はスワレス選手のお話をしていきたいと思います。まずは記事から見ていきましょう。はい、阪神マルテが残留決定。阪神のジェフリー・マルテ内野手が来季も阪神でプレーする意思を固めたことが25日明らかとなった。近日中に正式に契約を交わすと見られる来日3年目の今季は自己最多128試合に出場し、キャリアハイとなる22本の本塁打をマーク。ソフトバンクなどが獲得に興味を示す中で、早々と阪神残留を決断したと。阪神がですね、来季のオファーを提示して、マルテサイドの望む複数年契約ではなかったようなんですが、関係者によると本人は阪神でプレーできるだけでハッピーだと残留の意思を固めたということでございます。マルテをめぐっては、阪神との交渉決裂時に備え、ソフトバンクなどが獲得に向けて調査を進めていた。だが11日の帰国時に優勝という目標が達成できるまで、これからも全力でチームのみんなとファンの皆さんと一緒に頑張っていきたいと話していた通り、他球団の条件提示などを待つことなく、愛着が深い阪神への残留を決断する形となったということでございます。はい、ということでマルテ選手が残留ということで、意外と早く決まりましたね。ソフトバンクがね、本当に乗り出してきて、マネーゲームかというところでございましたが、まあ意外や意外、単年契約ということでございました。ではマルテ選手ね、どういう選手か成績とともに確認していきましょう。はい、では見ていきましょう。ジェフェリー・マルテ選手、来日3年目の選手です。出身地はドミニカ、1991年6月21日生まれ、30歳、185センチ、体重100キロ、ポジションファースト、サード、外野を守ります。右投げ右打ちの選手です。2007年アマチュア FA で MLB 入り、年俸は今シーズン約7000万円でございました。MLB で2015年にデビューし、翌年は15ホーマーを放つ活躍を見せるも、レギュラーを獲得までは至らずに42枠を外れ、2018年にフリーエージェントとなりました。そして2019年に阪神と契約し NPB 入り。怪我などもあり、出場権はそれほど多くないんですが、広い甲子園で3年間安定した活躍を見せており、今季もチーム2位となる22ホーマーを記録しておりました。はい、成績見ていきましょう。 NPB 通算は262試合2割6分7厘、240安打38ホーマー、 OPS が 0.817 と、 BBK はですね 0.87 ということで、非常にね、まあ三振が少なく、フォアボールが多い選手でございます。はい、そして今季もですね、128試合で2割5分8厘、446打数の115安打22ホーマー、 OPS が 0.818、BBK が 1.03 ということで、まあ、しっかりとね、ホームランはキャリアハイの数字を残すことができました。まあ本当にね、今季で契約切れとなって流出も危惧されておりましたが、まあ、しっかりとね、残留を決めたということが、まあ、阪神ファンにとってはね、かなり大きいことなのかなというふうに思います。一からね、助っ人を探してくるとなったら、まあまあしんどいところもありましたので、まあまずはマルテ選手の残留ということで、まあ良かったんではないでしょうか。そしてですね、一方この人のお話もあるんですね。はい、ではスワレスの去就ということで、まあ守護神のスワレス選手がですね、どうやら自由契約が濃厚ということで、まあ報じられておりました。まあこれに関してはね、まあそうだろうなっていう方が、非常に多いのかなというふうに思います。というのもですね、保留者名簿の提出が11月30日なんですよね。まあここに名前がない選手っていうのはですね、球団の保有権から、まあ、とりあえず外れるわけでございまして、他球団との接触が可能になります。なので、まあやはりスワレス選手は MLB に行きたいということなんで、そこと交渉するにはですね、まあまあまずここは外れないといけないと。なのでまだ自由契約イコール対談ではないので、まあちょっと気をつけていただきたいなと。ここからまあ阪神と、まあ他の、球団の評価を比べて、まあ残るかどうかっていうところをね、詰めていくのかなと。まあなのでここからしっかりと交渉していく段階でございます。まあ割とですね、まあ今年に関してはまあまあいろいろね、MLB のことも、まあストとかいろいろありますので、まあごちゃごちゃっとなって残留がね、阪神に、案外決まるケースもなくはないのかなっていうふうには思いますので、まあまあじっくりと多分ここはね、引くことになるのかなっていうふうには思いますので、まあどういう契約になるのか要注目ですね。はい、そしてですね、阪神の外国人選手、これを踏まえた上で今現在どうなっているのかっていうところを確認していきましょう。
はい、阪神の外国人選手ですね、見ていきましょう。まず残留が濃厚なのがロハス、チェン、アルカンタラ、マルテ、ガンケル、この5名がですね、ほぼ残留だろうというふうに言われております。ロハス、チェン、アルカンタラに関してはですね、2年契約でございましたので、ここは規定路線かなと、残留がねどうなるかって言われてたマルテ、ガンケルっていうところもね、しっかり残留、決めたということでございます。はい、そして対談濃厚なのが、今回お話に出たスアレス、そしてサンズ、エドワーズですね。スアレスはね、ここから交渉次第っていうところなんですが、サンズ、エドワーズっていうのはですね、金がね言われていた対談っていうのが、ほぼね、確定になってくるのかなというふうには思います。そしてですね、新外国人候補として現在名前が挙がっているのがウィル・カーソン選手ですね。先発できるピッチャーなんですけど、ここをね取るんじゃないかというふうに言われております。トリプル A でもですね、今シーズンしっかり結果を残しておりましたので、優秀な選手かなというふうには思います。はい、そして現状ですね、残留する選手は5人ということでございまして、新外国人は2から3、これはスアレスの残留次第で変わってくるかなっていうふうに思うんですが、今季も8人体制っていうところは言及されておりますので、そこまで増やしてくるのかなと、ウィル・カーソンがどうなるかっていうのはわからないんですが、それプラスですね、やっぱり外国人選手の外野手ですね、打てるね、外野手っていうのをサンズの代わりに取ってくるのかなっていうふうに思いますので、そこがね、どこから当たりを取ってくるのかというところがね、要注目かなというふうに思います。はい、というわけで今日は以上です。最後にネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。マルテは残ったってなると守備位置どうなるんやろ、サード佐藤で固定してほしいけど、マルテ残ったらファーストになるやろうから、ライトはやっぱり佐藤、それとも大山ということで、マルテ選手が残ったことでですね、ほぼファーストは埋まったということなんですよね。そうなれば、守備位置っていうところね、結構、難しいところなのかなと。今ね、佐藤輝明選手もいろいろなポジション、そして、大山選手もね、外野とかにも挑戦しておりますので、ここが、しっかりと、春のね、キャンプ通してオープン戦ぐらいまでにはね、固まってほしいなというところがね、本音かなと。矢野監督が言うにはですね、レギュラーっていうのはセンターの近本以外固まっていないということで、いろいろね、異論はあるとは思うんですが、私もね、それはそうかなっていうふうには思います。しっかりと守備位置まで固定できている選手っていうのは、現状ね、近本選手だけかなっていうふうには思いますので、いろんな選択肢ね、ある中で、ベストな、しっかり決断をしていただきたいなと。はい、一方こちら見ていきましょう。理由は何でもいいからスアレス残留してほしいけど、あんなん公式チートみたいなもんやから、やっぱりメジャーで活躍している姿を見たいっていうのもあるということですね。もちろんですね、阪神ファンの方からすればスアレス選手の残留っていうのは、本当にね、熱望してるかなっていうふうに思うんですが、一方ですね、確かにメジャーで、このスアレス選手、虎の守護神がどれだけ活躍するかっていうのをね、見てみたい気もね、しますよね。ドリス、そして PJ とですね、しっかりと MLB で結果を出している選手っていうのをね、輩出できているので、多分スアレス選手もね、全然通用するかなっていうふうには思います。いい契約っていうのも取れる可能性っていうのが、ありそうなね、選手なので、こればっかりはね、難しい話ではあるんですけど、私的にはメジャーで頑張るスアレス選手を見てみたいかなという気持ちの方がね、若干強いかなというふうに思います。はい、では今日は以上でございます。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。